皆さんこんにちは。今日は、1年前に僕が、オーダーメイドした、プロビジョンの、ちょっと、ね、ベースについて、動画にしてみようかなと、思ってます。ちょうど、ね、1年前の6月25日に、オーダーを、ね、依頼したんですよ。でね、11月に完成して、で、半年ぐらいライブとかレコーディングで、使ってみて、この何がね、素晴らしいのかとかね、ちょっと動画にできたらなと思ってるんですけど。で、僕大好きなね、フェンダーの、この、ヴィンテージの古いね、フェンダーのジャズベースと比べて、最新のいわゆる国産のベースってちょっとどういう違いを感じたのかとか、あとね、オーダーメイドして、どうだったのかとかをね、ちょっと動画にしようかなと思うんで、ぜひね、ゆっくり、見てやってください。よろしく。そうなんですよ。でね、プロビジョンって意外と、YouTube とかに、あんまりこう動画が上がってないっていうか、その演奏してる動画があんまり上がってないし、サウンドがね、どんな感じなのかなっていう、情報とか結構少なくて、そういう意味でも、僕は聴衆人なんで、プロビジョンね、聴衆出身の、聴衆人として、ちょっとね、勝手に動画を作ってみようかなと思って、今日はね、アップしてます。はい。で、ちょうど1年前、いろいろサウンドについて結構ね、考えてたんですよ。っていうのも最近やっぱ同期を使ったこうライブとかもすごい増えてきて、で、あとね、僕自身もいろんな会場で演奏する、機会も増えてきて、いわゆるヴィンテージフェンダーの良さっていうか、割とこう伝えづらい環境とかやっぱあったりして、例えば同期が結構ガチガチに動機聞いてると、割と良さが、消されて、伝わんないとか。そう、だからそういうのってすごいもったいないじゃないですか。せっかくこう、いいベース使ってるのに、うーんってなりながら演奏することもあったりとかして。で、そういう意味で、アメリカンプロフェッショナル、いわゆるフェンダーのアメプロのベースをちょっと一本手に入れようかなと思ってたんですよね。本当にどんな環境でもいい音が多分、ね、してくれそうな、ベースだと思うんで、そう。で、アメプロをね、いろいろちょっと探してたんですけど、でね、なんでこれオーダーしたかというと、ちょうどね、コロナで、ライブとかもね、めっちゃなくなってたんですよ。本当に、夏のライブとかも全部なくなって、で、もうやってられんな、みたいな。これやってられんぞ、みたいな感じになってて、で、楽しみがないとちょっとやっとられんなと思って、結局オーダーすることにしたんですけど、ライブなくなってんのにね、ベースオーダーすんだよっていう話なんですけど、自分をこう奮い立たせる意味でも、ちょっと人生初のね、もうオーダーメイドをね、やってみようと思って、で、プロビジョンにね、オーダーすることになったんですけど、で、もともとプロビジョンは僕、周りで使ってるミュージシャンの評判とかもすごくいいし、で、あとね、テックの人が、プロビジョンのベースは本当に、どんな会場でも、すごいベースラインが、くっきり聞こえるっていうね、話とかも聞いてて、で、すごい、気になってたんですよ。で、オーダーメイドとかするんだったら、もう絶対、ここがいいなと思ってて、そう。だからね、タイミング的にも、そういうのをするべきタイミングだったのかなと思って、で、ね、6月25日に、依頼したんですけど、そう。で、実際、11月に完成して、で、その完成した時のね、僕が一人で興奮してる動画は、過去の、YouTube 動画にアップされてるんで、僕の、ちょっとね、見たことない方は、ちょっと見てほしいんですけど、めっちゃ恥ずかしいんですけどね。そう。で、できて、で、そもそもオーダーした時に、注文した部分があって、それが、このシャーウッドグリーンのね、マッチングヘッドの色と、で、あと、バインディングドット。バインドットと、この丸ペグ。
これはね、もうなんかこう自分の中でもう絶対オーダーするならこの仕様がいいと思ってやったんですよ。で、あと一つ、まあ、この65年のジャズベイが、まあ、4.2 キロなんですけど、このベースのね、なんかこの、なんかこう、低音の重心の感じがすごい好きだったんで、まあ、プロビジョンもね、ちょっと 4.2 キロぐらいで、ちょっと、作ってもらいたいっていうのを伝えて、で、あとはね、もうほんと全部お任せしたんですよね。もうほんとに細かいパーツとか、もう仕様とかは、他はもう全部お任せして、もうほんとに、プロビジョンが作る、いいジャズベースが欲しいですってオーダーしたんですけど、で、出来上がってね、これが出来上がって、まあ見た目こそね、やっぱオールドスクールなんですけど、まあ僕がそういうのが好きなんで、まあオールドスクールなんですけど、やっぱね、中身は、本当に、いわゆる最近のジャズベースとか進化したジャズベースの音がして、フェンダーとね、やっぱ違うんですよね。本当にね、このピックアップの位置とか、ボディもね、アルダーで、で、ね、ローズウッドの指板で、重さもほぼ一緒。見事に音が、違うんで、本当に、ね、面白いなと思うんですけど、そのね、音の感じはちょっとね、今、ちょっと弾いてみるんで、まあそっちの方が伝わると思うんで弾いてみるんですけど、こういう、ね、すごいね、タイトなんですよ。しっかり、バイクの音と同じ音になったよ。しっかり、ね、低音が出ながら、すごくタイト。だともちろんタイトなんですけど、こう両方ね、フロントとリア両方ミックスしてもすごくタイトっていうか、フロントフロントはなんかこう結構ね暴れるパワーがあって、でリアはすごく、でミックス、そうなんかね、しっかりね低音があるんですけど、すごくなんかこうきらびやかなこうギュッとしたね音があって、これって割とフェンダーとねなんか違う、僕の中ではフェンダーはねもっとなんかこう粘りがあって、割と甘い音がするんですよね。テンション感もねちょっと柔らかくて、でもねプロビジョンはなんかすごくねテンションがすごいタイト で作りもねなんかやっぱ国産ベースってなんかこう結構全体的に言えると思うんですけど、すごくガシッとしてる作りがしてて、それってなんか結構やっぱ音に出るのかなって思って、なんかそういうね印象があるんですけど、でそれがこういうギュッとしたタイトの音が、まあ、PA に増幅されて音がまっすぐバーンって飛んでいくっていうか、まあ動機とかたくさん鳴ってても、まあベースの位置はそこ
ボンってね、いてくれるっていう、なんかこう、そういう印象が あるんですよね。こう実際使ってみて。で、それって本当に1年前に僕がすごく求めてた、サウンドで、だから本当にオーダーして、もう良かったなって思ってるんですけど、なんかこう、使い分けが本当にできる感じ。そうなんですよ。で、最近一つすごい思うのが、まあ、ライブ中とかって、まあ、例えば、ね、客席にこう自分の音がどういう風になってんのかなとか、で、演奏しててなんかこう自分のベースラインがあんまりはっきり聞こえないとか、なんかこう、ちょっと不安になりながら演奏するのが、こう、すごい、ね、良くないことだなと思ってて、やっぱりこう、ね、ストレスなく、こうね、音のことはあんまり考えずに演奏になんかこう集中できる。そういうベースがやっぱ本当にいいなってすごいね、思うんですけど、まあそういう意味でもね、すごくなんかこう信頼感があるというか、うん。で、なんかこう、あれなんですよね、ラッカーなんですけど、こう、あんまベタベタしないし、なんかこう野外ライブとかでも、なんかこう、多少濡れても大丈夫そうな感じがするというか、こういうもう古いフェンダーとかも濡れたら絶対ダメだと思うんですけど、うん、そうなんですよ。そういう意味でもね。まあ、あと一つネックがもうめちゃくちゃ強くて、僕一回もこれロット回したことないんですけど、そもそもボディとネックをまだ一回も外したことがないっていうね。まあ、本当に完成した時からもう全然ネックが動いてなくて、それすごい驚いてるんですよ。なんかこう新品の楽器って、割と、初めの1年はね、ネックがこう、ちょっと、こう、動いて、で、それから、こう、安定するっていう、なんかこう、勝手なイメージがあったんで、あ、こんなに、ネック、がっしりしてんだなと思って、で、ね、木材、これ見てみるとわかるんですけど、板目なんですよね。で、なんかこう、最近ってこう、マサメの木材の方が、こういう縦のね、バーって入ったマサメの方が、やっぱ強度があるっていう風に、なんか言われてるから、なんかこう、高い楽器ってこう、マサメが使われてるイメージがあったんですけど、あ、これ板目なんだと思って、なんかこう、ま、糸があるか、あるのか、たまたまなのかわかんないんですけど、こう、板目で、もう全然狂わないっていう、すごいなと思って。で、昔のフェンダーとかって割と板目が多くて、で僕はなんかこう、板目の方がね、馴染みがあるし、すごい好きなんですけど、そう、だからね、そういう風にね、まあ、ネックはとにかく動かないし、なんかこう、信頼性があると思いましたね。まあ、ライブに持って行ってね、現地着いて、ネックが反って、なんか原稿高くなってたりとかしたらもう、ね、嫌なんで、そうそうそう、そういう意味ではね、国産の、やっぱ作りのいいベースっていうのは、いいなと思いました。はい。で、あとは、そう、あとね、オーサーメイドして、二つ、僕は、ああ、これやっときゃよかったなっていうのがあるんですけど、まあ、初めてのオーダーメイドだったんで、ついつい忘れてたんですけど、これなんか参考にしてもらえればいいんですけど、まずね、ポジション、まあ、サイドのポジションをちょっと光るようにしてほしかった、してもらえばよかったなと思ったんですよ。やっぱ、会場で、ね、暗くなると、ポジションマーク見えなくなって、なんか不安になったこととか何回もあるんで、まあ、蓄光タイプのね、やつを、まあ、せっかくオーダーなんだったら、それ使ってもらえばよかったなっていうのもありますし、あと一つは、まあ、これ、アクティブだったら大丈夫と思うんですけど、まあ、パッシブ、の楽器ってやっぱ最新のね、パッシブでもやっぱりノイズが出るなと思って、なんかそういう意味では、なんかこうもうしっかりノイズ対策してもらったらよかったなと思って作ってもらうときに、なんか例えば、ね、もう導電塗料を初めから塗ってもらうとか、まあ導電塗料ってなんかこう、実際ね、音がなんかこう変わるっていう話もあるんで、まあその辺の塩梅があると思うんですけど、うん、まあなんか、ね、ノイズ対策は、まあこれからね、まあノイズ対策はちょっとやっていこうかなと思ってるんですけど、そうなんですよ。そういう意味でもね、やっぱりこうカスタマイズしていって、本当に自分仕様にやっていくっていうのはね、すごくいいなと思うんですけど、まあオーダーするんだったら初めにね、それやっとけばよかったなと思ったんで、ちょっとね、参考にね、してもらえるといいかなと思います。で、そう。で、あとね、一個。こう、やっぱ新品の楽器って、なんだろうな、この、僕もね、結構大事に使ってたんですけど、これいつの間にかね、やっぱり、こういう風にね、
半年で割とこう、傷が、ついてて、こういう風に。ただ、なんかこれって本当に新品の楽器ってなんかこう自分がつけた傷じゃないですか、全部。で、なんかそういう意味ではなんかこう一緒になんかこう成長していく感じがなんかすごいいいなと思って。うん。で、あとなんかこう、割と楽器ってなんかこう引き込めば引き込むほど、なんかこう音が良くなるとか、なんか鳴りが良くなるみたいなね、話がね、あるじゃないですか。で、あれ、僕、なんかね、半信半疑だったんですけど、で、具体的にね、その音が良くなったとか、そういう、ね、そういう話じゃないんですけど、今年のね、4月ぐらい、だから11月にできて、今年の4月ぐらいに、具体的に言うと、すごくね、響くようになったんですよね、その、ネックとボディが、こう、一体化してこう、なんか響いてる感じ。で、それがすごいね、アンプからの、なんかこう、出音の、音圧感も、なんかこう、上がったような気がして、これはなんかこう、あ、すげえなと思って。で、僕はその木材の専門家でもないし、まあ、楽器職人でもないんで、まあなんかこう、詳しいね、原理はわかんないんですけど、まあプレイヤーとして、それがね、はっきり体感できたんで、面白いなと思って、なんかすごく響くようになったな、みたいな。まあ、実際、ね、自分がこの楽器に合わせて弾けるようになって、それがよりなんかこう、音がね、音に出たっていう可能性もあるんですけど、いやでもね、ちょっとなその辺詳しい方に話を聞いてみたいですけどね。そうそうそう、まあちょっとなんか一回落ち着いたらね、プロビジョンの工房にもね、遊びに行きたいなと思ってるんですけど、まあそんな感じで、ね、今もしね、まあベースを、ね、まあプロビジョンだけじゃなくてもなんかオーダーして待ってる方とかいたら、なんかこうこの動画を見てね、ぜひなんかこう何回も見て高めていただきたいとなと思うんですけど、はい、そうなんかね、そういう意味でもなかなかこう情報が結構少ないし、今日はねちょっと1年の、オーダーして1年の記念だったんで、ちょっとね動画を残そうと思って、勝手に撮ったんですけど、ね、どうだったでしょうかね。まあ何かの参考に、なったら、よかったかなと思います、ね、まあそんな感じでまた、ね、なんか思いついたら、ね、動画をアップしようかなと思うんで、引き続き、よろしくお願いします。今日はね、最後まで、ね、ご覧いただきありがとうございました。こんな感じで、またね。